どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、こちらのエポスカードのですねポイントサイトの案件がポイントアップしておりますので、こちらの解説ですねやっていきたいというふうに思います。最近ねエポスカードの解説動画ね出してないなというふうに思いまして、このエポスカードはですねこちら JQ エポスゴールドカードなんですけども、こちらはですね ANA マイルを貯めるメインカードにもですねなり得るクレジットカードというふうになっておりまして、 ANA マイルの最大還元率は 1.75%、 しかもね年会費を無料でね出せるクレジットカードというふうになっておりまして、個人的にはですねかなりおすすめっていうふうになってるんですよね。でですね、入会自体はエポスカードをねお勧めさせていただいてるんですよね。というのも JQ エポスにもですね一般カードっていうのはあるわけなんですけども、ポイントサイトのね案件もないっていった感じになりますんで、この入会してねもらえるポイントっていうのがですねエポスカードの方がいいっていった形になっておりますんで、もしね JQ エポスゴールドをですね狙う方であってもですね、エポスカードから入会してね最終的に JQ エポスゴールドカードにね切り替えするのがおすすめっていった形になっております。ですのでエポスカードね気になられている方はですね最後までご覧いただければなというふうに思います。それではまずですねエポスカードの基本スペックなんですけども、年会費は無料、基本還元率は 0.5% というふうになっております。貯まるポイントはエポスポイントというふうになっておりまして、エポスポイントはですねマイルの交換は ANA、JAL ともに 50% で交換できるっていった形になります。でですねポイントの有効期限は2年間というふうになっております。海外旅行保険がね自動付帯でついてくるクレジットカードというふうになっております。またね国際ブランドはビザというふうになっておりまして、このエポスカードのですね一番すごいところはですねやはり自動付帯でね海外旅行保険がねついているっていうところなんですよね。まあ今はねちょっとね行くことができないわけなんですけども、クレジットカードをね保有しているだけでですね海外旅行保険のね保証がついてくるっていう感じになってるんですよね。でですねこちらが海外旅行保険のね保証額なわけなんですけども、まあ、こちらがですね持っているだけで保証をね受けることができますんで、海外旅行がね好きな方であればですね今は行けないわけなんですけども、まあお守り程度にですね持っていてもいいのかなというふうに思っております。またね海外旅行時に緊急時の際はですねサービスデスクがね24時間対応してくれるっていうふうになっておりますし、こういうねエポスカード海外旅行ブックっていうのもですね希望すればねもらえるっていうふうになっておりますので、年会費無料のねクレジットカードにしてはですねかなりいい特典なのではないのかなというふうに思っております。それでは次にですねエポスゴールドカードについてなんですけども、こちらのエポスカードをですねある程度ね使っているとインビテーションっていうね招待状が届きまして、こちらのねエポスゴールドカードをですね年会費無料でね利用することができるんですよね。まずねこちらのエポスゴールドカードのね基本スペックね行きたいというふうに思うんですけども、インビテーションがあった状態で入会すると年会費がね無料っていった形になっておりまして、基本還元率は 0.5%、 貯まるポイントはエポスポイント、マイルへの交換はですね ANA マイルのみ 60% というふうになりまして、 JAL に関してはですね 50% というふうになります。またねポイント有効期限は下りまして、ゴールドカードということでクレジットカードラウンジがね利用できるっていった形になります。またね海外旅行保険はねもちろんそのまま自動付帯なわけなんですけども、保証額がね少し上がるっていった形になりまして、国際ブランドはビザカードっていうふうになっております。エポスゴールドカードになるとですねポイント有効期限がね無期限になったりですね、 ANA マイルのね交換レートが 60% になるっていった形になっておりまして、またね海外旅行保険もですねさらに保証額が上がるっていった形になります。でですね基本還元率は 0.5% なわけなんですけども、ゴールドカードになるとですね年間の利用額に対してボーナスポイントっていうのがねもらえるようになります。年間ね50万円を利用すると2500ポイント、100万円を利用すると1万ポイントがねもらえるっていった形になっておりまして、1年間で100万円ね利用した場合還元率がねプラス 1% 上がるっていった形になります。またですねゴールドカードになるとですね選べるポイントショップっていう制度がありまして、選んだね3つの対象店の
みですね、本来ね200円で1ポイントね貯まるわけなんですけども、これはね3つの対象点のみですね200円で2ポイントね付与されるっていった形になります。こちらでねプラス 1% っていう風になりますので、最大還元率は 2.5% っていう風になるわけなんですよね。でですね、この選べるポイントショップっていうのはねかなり対象点があるわけなんですけども、その中でもですねミクシーってありますよね。でこのミクシーがね運営しているプリペイドカードが 6g っていうねプリペイドカードなんですよね。でですね、この 6g っていうのはですね2021年1月現在ですねリアルカードがねないんですけども、利用できるのはネットショップもしくはクイックペイがあればね利用することができるっていった形になっておりますので、この選べるポイントショップに関してはですね3つのね対象点しか選べないわけなんですけども、ミキシーをね選択していただいてエポスゴールドカードからですね 6g にチャージしていただいて 6g ね利用していただければ、選べるポイントショップはね3つしか利用することができないわけなんですけども、ここを通すことによってですね幅広くね利用することができるっていった形になるんですよね。またこの 6g っていうねプリペイドカードはですねモバイルスイカにもねチャージすることができますので、選べるポイントショップでねスイカ選んでる方ね結構いらっしゃるかなというふうに思うんですけども、もしね 6g を使う方であればですね、この 6g からモバイルスイカにねチャージしていただければですね、選べるポイントショップはね3つしか利用できないわけなんですけども、モバイルスイカね選択しなくても両方ね使えることができるっていった感じになります。エポスゴールドカードに関してはですね最大還元率がね 2.5% 出せるということで、かなりすごいですよね。まあ、今後ねこの 6g っていうのはですねリアルカードも発行予定というふうになりますんで、もしね今後リアルカードがですね発行されればですね、さらにね利用幅がね増えるっていった形になりますんで、かなりね使い勝手がね良くなるのではないのかなっていうふうに思っております。でですね、 ANA マイルの還元率についてなんですけども、最大の還元率が2.5% っていう風になるわけなんですけども、エポスポイントはゴールドカードであればですね ANA マイルの交換レートは 60% っていう風になりますんで 1.5% っていう感じになるんですよね。ANA マイルをね貯めるメインカードとしてはですね 1.5% ということで、これでもですねかなり高い方だなっていう風に思うんですけども、さらにね良くするにはこの JQ エポスゴールドカードがね必要っていう風になるんですよね。この JQ エポスゴールドカードっていうのはですね、本来のこのエポスゴールドカードっていうのはエポスポイントがね貯まるわけなんですけども、この JQ エポスゴールドカードはですね JR キューポっていうねポイントが貯まります。ですのでこの JR キューポっていうのはですね 70% で JQ セゾンルートをね利用すれば交換することができますので、 ANA マイルでね最大還元率は 1.75% っていう風になるわけなんですよね。 ANA マイルの還元率 1.75% っていうのはですね ANA ビザプラチナプレミアムカードってありますよね、あちらが最大ね 1.8% なわけなんですけども、年会費8万円のねクレジットカードに迫るね感じなんですよね。まあ、かなりねすごいのではないのかなというふうに思っております。それでは次にエポスカードから JQ エポスゴールドカードのね切り替えについてなんですけども、インビテーションをもらってエポスカードからエポスゴールドカードにね発行してしまった場合はですね、対象の JQ カードセンターっていうところまで出向いてね JQ エポスゴールドカードにね切り替える必要があります。この切り替える場所はですね九州方面にねあるって言った形になっておりますので、私も先日行ってきましたけども結構大変っていった形になります。でですね、これから発行する方はですね私のようにねわざわざね行く必要はないっていった形になっておりまして、エポスカードを保有してある程度決済してねインビテーションを受け取りますよね。このインビテーションを受け取った状態で JQ エポスのね一般カードに申し込みを行います。そうするとですねエポスカードっていうのは2枚ね保有することができないっていった形になりますんで、まあ、切り替えのようなね発行といった形になるんですよね。そうすると、まあ、切り替えたようなね感じで JQ エポス一般カードをね受け取るわけなんですけども、エポスカードの時にですねインビテーションね受け取っておりますよね。それがそのままね継続されるっていった形になりますんで、 JQ エポスをね発行した後にですねインビテーションでゴールドカードにね切り替えていただくと、わざわざね九州の方に出向かなくてもこの JQ エポスゴールドカードにですね切り替えることがねできるっていった形になるんですよね。ですのでこれからねエポスカードを発行
こうしてですね JQ エポスゴールドカードをね獲得されたい方はですねぜひねこの方法をね利用してみていただきたいなというふうに思っております。この方法に関してはですねデスクの方に確認取っておりますので利用できるっていった形になりますんでぜひね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。それでは次にポイントサイトの案件ですね。今ねこのエポスカードっていうのはですねポイントサイトにね案件でポイントがアップしております。こちらねポイントサイトハピタスでエポスカードをですねキャッシング枠設定してですね発行していただくと1万円分のねポイントがもらえてしまうっていった感じになるんですよね。でですねポイント獲得条件に関してはクレジットカードをね発行する際にキャッシング枠で設定するだけっていった形になっておりますんでかなりねハードルが低いですよね。クレジットカードのね年会費も無料っていった形になっておりますんでかなりおすすめっていった形になっております。このキャッシング枠設定っていうのはですねちょっと嫌だなって思われる方はクレジットカードをね発行する際はこちら設定していただくしかないんですけどもクレジットカードが届いてですねポイントが付与されたらですねこのキャッシング枠設定もね解除することね OK っていった形になっておりますんでぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。でですねエポスカードはですねエポスカード側でですねキャンペーンを行っておりまして新規入会でですねエポスポイントね2000分がもらえるねキャンペーンが行われております。こちらはね新規入会するだけでポイントがねもらえるっていった形になっておりますんでこちらもねかなりおすすめっていった形になっております。またですね紹介コードっていうのを入力するとプラスね500円分のポイントがねもらえるっていった形になっておりますんで紹介コードをね動画の概要欄にね載せておきますのでそちらね利用してみていただきたいなというふうに思います。またねポイントサイトハピタスが初めての方はですね2021年にちなんでだと思うんですけども2021円分のポイントがねもらえるキャンペーンがね今行われております。こちらはですねポイントサイトハピタスをですね初めて利用される方であればですね入会してこのエポスカードのですね案件利用していただければですねこの2021円分のねポイントも獲得できるっていった形になっておりますのでこちらね全部を合計するとエポスカードのね案件で1万ポイントがもらえます。またねエポスカード側で2000ポイントねもらえるっていった形になっておりましてポイントサイトハピタスがね初めての方はさらにね2021円分がもらえるっていった形になりますんで合計ね 14,021 円分のねポイントがもらえるっていった形になるんですよね。年会費無料のねクレジットカードでここまでねポイントがもらえるっていうのはねかなりおすすめっていった形になっております。私がね利用した時なんかはですねポイントサイトの案件は確かね6000円とかだったんですよね。まあエポスカードに関してはですね5000円を超えていたらですね結構いい方ぐらいですねポイントサイトの案件って上がらなかったわけなんですけどもこのエポスカード側自体もですねおそらく今ね海外旅行が行けない状況がねあるっていった形になっておりますんで海外旅行保険がね期待しているクレジットカードであるわけなんですけどもやはりね海外旅行に行けないということで発行される方もねある程度少ないのかなというふうに思っておりまして、まあ、こういうねポイントサイトの案件をね上げてきているのではないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。今回ですねエポスクレジットカードのポイントサイトの案件がねアップしておりましたので解説ね出させていただきましたけども、まあ、個人的にはですねエポスカードねここまでポイントアップしているのであればですねかなりおすすめっていうふうになっておりますんで ANA マイルをね貯めるメインカードとしてもですねかなりね優秀といった形になりますので発行ね検討されている方はですねぜひね参考にしてみていただきたいなというふうに思っております。またねエポスカードからエポスゴールドカードのこのインビテーションに関してなんですけども私に関してはですね半年で12万円ぐらいのね決済でこのインビテーションね来たんですよね。決済額に関してはかなりね少ないといった形になっておりましてまあこちらあくまでね予想にはなってしまうんですけども5ヶ月の間ですねインビテーション来なかったわけなんですけども、まあ、早くねインビテーション欲しいなというふうには思っておりましてこちらもですねツイッターかなんかでね教えていただいたと思うんですけども固定費をね入れるとインビテーションねすぐ来ましたっていう方がねいらっしゃいましてじゃあ私もですね固定費ね入れてみようと思いまして支払いをエポスカードにですね切り替えたらですね半年目にインビテーションがね来たっていった形になっておりますんでこれからですねエポスカード発行されてインビテーションね狙っている方であればですねぜひね参考にしてみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。